どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、ナミさんの方から運についてのお話をさせて聞かせていただくことができました。で、私も運に関しましてはね、自分なりにこうなんじゃないかなって思うことがあるんで、今日はそれを紹介したいと思います。人生には運っていうのはね、必ずあるんですよね。多くの方が運を意識している、でも運を良くする方法については調べようとしなかったり、知っていても実行しなかったりする。まあ、そもそも運って自分で操作できるのかなっていうところが一つの争点なんですけども、まあ、ナミさんはね、運は自分で変えていけるんだっていうことを動画で言われてました。私も同じように感じるんですよ。じゃあ具体的にどのように変えていくのかってことなんですけども、まずは運を2つに分けてみましょう。運には宿命と運命ってのがあると思うんですよ。宿命ってのは自分の命に宿っているものなんで、ほとんど変えようがありません。どこで生まれたのか、どの時代に生まれたのか、男性に生まれたのか、女性に生まれたのか、どういった家庭に生まれたのか、その他様々ありますけども、選択できない、生まれ持って自分に宿したものですよね。それが宿命だと思います。そして、変えていける運命っていうのは、運っていうのは運命の方なんですよ。運っていうのは命を運ぶって書きますので、自分の命を今日から明日にどういうふうな形で運んでいくんですかっていうことが自分に託されているものだと思います。で、運命。命を運ぶ、これを分解すると衣食住に分かれると思うんですよ。どんなものを食べていくのかによって今日の命が明日によって運ばれていくと、どんなものを着るかによってその瞬間その瞬間自分の方向性が決まっていくと。で、どんなことをね、衣食住でどんな家に住んでいるのかってことも大事ですよね。どんな生活環境を持っているのかってことかもしれません。まあ、これはどんな仕事をしているのか、仕事っていうのもね、どんな環境で過ごすのかに関わってきますんで、そういったこともあると思います。さあ、もうちょっと分解してみましょうか。衣食住のうち、食に関しましてどうやって運を良くするんですか、食の何が運がいいんですかってことなんですけども、毎日毎日食べるものについて、自分が食についての知識や経験を積み重ねていくと、今度はね、別のところで食に当たった時にそれが運がいいか悪いか決まってきます。もうちょっと分かりやすく言いましょうか。食べる時のマナーが良ければ、どこに行っても食べた時に周りの人にね、尊重されることになると思うんですよ。でも食べ方が乱暴だったり汚かったりするとどうでしょうかね。どこに行ってもあの人とは食事したくないよねって感じで、もうね、人と人の出会いの運がどん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 削られていくことになると思うんですよ。その他、外食した時にいいところに行くとね、いろんな気づきがあります。うわ、これ素敵な器だなとか、素敵な門構えだなとか、素敵なお店のネーミングだなとかね、接客がすごいなとか、で、ウェイトレスさんの服装が素敵だなとかね、いろんな気づきがあって、まあ、たかだかって言うとあれですけどね、一食1000円、2000円の食事の中にいろんな運を持って帰ることができると。それを自分の暮らしに生かして、あそこの飲食店で使っていたお皿と同じもので食べてみようかしらっていう感じになって、自分のセンスが上がっていったりとかすると思うんですよ。それから飲食店のクリーンリネスですよね。掃除のレベルっていうものを、ここはすごく綺麗なんだけど、どんな掃除道具使ってるんだろう、どんな洗剤使ってるんだろう、どんなフレグランスで、香りをいいように保っているんだろうとかね、いろんなこと気づけると思うんですよ。それがただ単に満腹になるためだけのところに行ったら、そういう気づきがないかもしれませんよね。だから食っていうのは自分の運勢を日々変えていけるもんだと思います。それからどんなものを着るかによっても周りに集まってくる人が変わると思いますよね。まあ、これは本当にこう TPOS っていうのかもしれませんけども、いつでもどこでも何でもいいやって感じでね、適当なものを着ていると本当に適当な人間関係や適当な運っていうことになってきますので、自分で運を良いように操作したければ、そういったものをね、着ることになるんじゃないかなと。あの人は確かに、TPOS 守られているよね、ドレスコードちゃんとできてるよね、常識的だよねっていうふうに思われれば一目置かれるわけですけども、なんだあいつあの格好はって思われたら最初から軽く見られちゃうわけですよ。こうやって運っていうのはどん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 変わっていくんじゃないかろうかと思います。まだまだ言いたいことあるんですけども、住まいに今度ね、今日のテーマを移してみましょうか。やっぱり、朝起きて夜寝るまで自分の住環境もしくは仕事の環境が乱れていると、それなりの運勢になってきます。でも、よりいいものを見たり、よりいいところに住んだり、より清潔な環境にいたり、より便利な住環境を作っていれば、どん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 時間的な効率が良くなったりとか、新しい発想がどんどん出てきて、運っていうのは育まれていくんじゃないかなと思います。このようにですね、宿命というものはほとんど変えようがないんですけども、運命ってものは日々変えることができる。これが運の正体じゃないかなと思うんですよ。ですんで、これからもね、何を見て、何を経験して、どう受け取るのかという運命の方にこだわって、毎日の運勢を良くするように工夫してみてはいかがでしょうか。
それでは本日は以上です。いってらっしゃい。